どうもーのチュン TV です。本日はですね、エイペックスレジェンズ、こちらのゲームでハロウィンイベントが来るという噂について紹介していきます。いろいろ画像とかあるんですけども、ちょっとそのイベントについて説明する前に、私が先日行ってきたアメリカで行われた EA の公式イベント、エイペックスレジェンズ先行体験会の映像をご覧ください。どうもーのチュン TV です。来ました、ついに。で、なんか朝飯を食える場所があって、飯も出てるんで、そこで朝ごはんを食べてからプレイしていきたいと思います。このシーンはゲームのバランスアップデートのところですね。ポップアップ、アタッチメントの情報とか、あと武器の強化、弱体化、あと金武器、あとはレジェンドの強化弱体化とかを説明していました。この情報は私のチャンネルで他の動画でアップロードしますので、ぜひともチェックしてみてください。で、ここからがシーズン3のゲームプレイのトレーラーの映像になります。これは皆さんも見たことがある映像だと思うんですけども、この時に初めて公開されたものだと思います。で、ちょっとトレーラー流すんですけども、このトレーラーも見たよって方は3分50秒まで飛ばしてください。そっからが本題始まるんで。はい、ちょっと長くなったんですけど、これですよ。ちょっとトレーラーは見たことありますよね。で、YouTube とか、いろんなとこに上がってるんで、トレーラー自体見たことあるんですけども、このトレーラーの後に続いているこのシーンですね。ここまで見ましたよね。宝部屋の鍵開けて、クリプト。ここまでが、
見たことあるトレーラーなんですよ。こっから出たシーンが多分見たことないんじゃないですか。ちょっとあったら私の記憶違いなんですけども、はい、これですね。これが一応静止画としてキャプチャーしたものなんですけども、多分映像で見たことあるのは初めてなんじゃないでしょうかね。で、一応こちらにも他の画像がありまして、こっちの画像は多分静止画では見たことがある人がいると思うんですけど、これがですね、ハロウィンイベントのジブラルタル、フランケンシュタインジブラルタルになります。まあ、名前はどういう風に呼ばれるかはまだ正式には分かんないんですけども、フランケンシュタインの形をしたジブラルタルになります。で、さっきの映像と比べるとちょっと色がね薄くてちょっと違うのかなみたいなところもあるんですけども、まあほぼほぼこれがですね、フランケンジブラルタルの先ほどのが映像だと思います。で、フランケンシュタインジブラルタルが出たので、ここからスキンの紹介をしていきます。まずはちょっとヴァンパイアっぽい、伯爵っぽいクリプト、そして魔女っ子レイスで、ミラージュはちょっとなんか西部劇っぽくなってますね。結構どのスキンも特徴があってめちゃくちゃいいっすよね。この3人のレジェンドのスキンの中だったら、まあ、クリプトのこのヴァンパイア伯爵っぽいスキンがめちゃくちゃ個人的には好みですね。で、スキン情報としてはこういう画像もあって、まあ、左上のがハロウィン仕様のブラッドハウンド、もう完全にパンプキンのマスクをかぶっているスキンですね。で、ミラージュは先ほどもあったやつで、こっちは、まあ、ミラージュのデコイと一緒に写ってるスキンですね。で、レイスも先ほどもあったとこの別角度みたいな感じでハロウィン仕様のレイスですね。で、右下の武器スキンは今回シーズン3のバトルパスに含まれている武器スキンとなります。で、真ん中の場所が多分マップのどっかとか、まあ、コンセプトアートみたいなところだと思います。で、あとはこういう画像もあって、真ん中のがクリプトですね。で、右がフラットハウンド、そして左にはコースティックのスキンがあります。コースティックのスキンが、まあ、こんな感じになってて、まあめちゃくちゃこれ面白いっすよね。もうこのコースティックがもし襲ってきたら笑っちゃいそうなぐらいの面白いスキンになっています。これっすね。いや、これ来たら普通にコースティック使うよね。コースティックワンチャン流行りそう。カジュアルで見た目が面白いっていう理由でコースティックを普通にピックして、これでプレイするのもめちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということでここからはハロウィンイベントの詳細について話していきます。なんかこのモードはシャドウフォールというモードで、期間限定で実装されるようです。で、一応ちょっとしたなんか映像もあって、なんかこんな風になっているようです。で、このシャドウフォールというモードはシャドウという敵を倒すっていう情報があって、まあ、あとはそこからドロップシップで脱出していくというモードになっているようです。で、もしかするとソロでやるモードなのかもしれなくて、で、そのソロのレジェンドが死ぬと、死んだ者はシャドウスクワットとして生まれ変わって近接攻撃で戦っていくというモードという情報があります。で、最後10人になったらそこから脱出するみたいな形になっていて、最後はその脱出シップから脱出するというモードになっているようです。なんでモードとしてはなんか他のゲームの感染モードみたいな感じで、まあ、殺されるとその敵側というか、まあ、シャドウスクワット側に入っていって、まあ、鬼が増えるというか、まあ、いわゆるゾンビになっちゃうみたいなモードなのかもしれないです。まあ、まだ詳細はね確定したところではないので、実際に実装される際には変わってくる可能性があります。で、あとはですね、こちらの画像で見られるんですけども、このモードはですね、キングスキャニオンの夜モードで行われるようですね。名前としては放棄されたキングスキャニオンという風になる可能性があるんですけど、この夜になったキングスキャニオンが帰ってくる、まあ、今ね新マップも楽しくてかなり自分もやり込んでるんですけど、まあ、キングスキャニオンが恋しいという人もいるかもしれないです。そのキングスキャニオンが期間限定でこのハロウィンモードで、さらに夜マップになって帰ってくるかもしれないというところで、まあめちゃくちゃ楽しそうなモードになっております。
ということで、今回はハロウィンイベントが来るかもという紹介でした。ここまでご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、のっちん TV でした。またな。